おー、うまい。みんなスキージャンプをしております。おー、綺麗に飛ぶね。おー、なんかヒレオ選手いい練習。くるんってしてたね、今ね。うまい。おー、いいね。みんなうまいよ。いいよ。それでは、イカ選手からお願いします。イカ選手、今回の格好、いいですね。なんかスキーっぽい。なんか一番スキーをうまそうな格好しておりますね。頑張ってほしい。期待してます。頑張ってください。来ました。スーッと降りてきてます。お、一回転。一回転今見られましたね。ここでもさらに一回転、合計二回転だ。素晴らしい。それでは、続いて、タコ選手、競技の方をお願いいたします。タコ選手、どうですか？足出してますけど、寒くないんですか？ でも、スキーっぽい格好してるから、タコ選手にもちょっと期待が高まりますね。来ましたね。勢いをつけてタコが降りてきました。お、ここで一回転。イカ選手並んでいく。さらにここでも一回転しっかりと決めていく。これは得点一緒か？それでは最後に、今回のダークホース、ヒレオさんに競技をお願いいたします。お、ヒレオ選手が来ました。ヒレオ選手、調子の方はどうでしょうか？お、ベリーグッド ベリーグッドっぽいですね。これは格好がね、なんかスキーの格好とはちょっと言い難いのかな。足ひれついてるけど スキーこんな感じか。でも 現れました。雪をかき分けて、雪をかき分けてきました。そして最後に一回転、素晴らしい。これは他の選手と一回転少ないけども、飛んでる最中に雪を払うという、ちょっと強い技を 強い技を見られましたね。本日は、スキー団体特別会長、ヒレオさん会長に、会長多いな 会長多いけど、一番偉い人連れてきました 今見た3選手の中で、誰が一番ポイントが高かったでしょうか？悩んでますね。とても悩んでます、会長。会長悩んだ上で一人決めてくださいね。あ、会長誰が一番か今。お、これ書いてくれてますか？会長。会長なんか文字書いてますね。会長が1位の名前を書いてくれました。ちょっと見てみましょう。ひ、れ、
お会長、1位はもしかして秀夫さん選手ですか？あなるほど。なるほど。じゃあ1位は秀夫さんだ。優勝は、秀夫さん選手。おめでとうございます。そして、2位、3位は同率で、2人とも、銀メダル。差はなかった。同じ2回転。甲乙つけがたい存在となりました。